三人組で行ってみようかな。うん？三人組で。もう。あっちの方もいいよ。この。なるほど。三陸ってことはやっぱり東北で作られてるやつ。東北でというか宮古で作ったやつ。あ、宮古。はい。なるほど。宮古のカリントって、これ大きくてこれ渦巻きの模様が入ってる。はい、スーパーとかでよく小さいのの渦巻きあるじゃないですか。あ、はいはい。あれの大きいやつなんです。あ、あれの。はい。で。これ甘さ控えめで、すごい甘い、カリントって甘いイメージがあるじゃないですか。はい、結構食べやすい、カリントです。じゃあこれもイカせんべい。イカせんべいはイカの粉末と煮汁が入ったおせんべいで、食感的には昔のおせんべいみたいなカリッとしたやつ。じゃあこれとこれ買おうかな。1200円。何が出るかな。これだ。外れ。外れ。はい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 、どれかな、はい、これだ。これでいいの。はい、2を上げて13。ありがとうございます。やってくれました。はい、いや、作るしかないよね。作るかも。今回くじの意気込みどうですか。いや、今回はもういいもの。去年とその前の時は これですれ違ってたらもう髪。俺は緑だ。あ、ってことは今か。はい。入り口やってことは違う人？うん。ね。うん、誰これ。じゃあ入り口行くわ。ニーナと一緒にしたいから。うん。あれ？誰だよ。なんで俺すれ違ってないんだよ。おい、誰だ。誰。キーマネコ。はじめまして。僕は最近遊んだゲームはマリオブラザーズですよ。
え、ちょっとエイス落ちてる。これ誰か住んでたんじゃね。いい価格じゃないかこれ。私の家って大丈夫。私の家なんか見てて悲しくなってくる。私の家ってあいにく舐めて悲しそう。何買う？なんか見ちゃう。やばい